どうも、うるまです。本日の企画はですね、月1企画になってるんですけれども、普段自分がプロのバイヤーもやらせていただいていて、商品企画とかオリジナルで物を作ることも多いんですけれども、3ヶ月前から自分の個人チャンネルの方も始めさせていただいて、せっかくであれば普段の仕事では表現できないような自分の感性でも自分の好きなものに全振りしてアイテムを作っていこうっていう企画をやらせていただいておりまして、で今回が2回目になるんですけれども、前回はですねリッキーズのサイドスリットパンツの方をリリースさせていただいて、こんな感じのアイテムなんですけれども、本当に多くの方にご注文いただいて本当嬉しくて本当ありがとうございました。前回がサイドスリット入れるっていう部分に関しては、オリジナルの要素だったんですけれども、リメイクの要素が強かったので、今月はですね完全オリジナル、一からオリジナルで作ったアイテムの方をリリースしていこうと思います。で今月のアイテムがシャツなんですけれども、自分のインスタグラムの方では、サンプルが上がった際に画像を載せたりとか、着画とかですね、自分が実際着たような写真とかも何度かちょこっとだけ載せたりとかはしてるんですけれども、載せるたびに多くのリアクションをいただけてですね、メッセージとかでこれいくらですかとか、販売はいつからですかとか、たくさんの質問をいただきまして本当に嬉しかったんですよ。で中にはですね、取引先のメーカーの方も、自分の動画を見ていただいている方がいらっしゃって、インスタグラムの方を見てる方が、そのシャツを見てぜひ買わしてほしいっていう連絡もいただいたりですね、販売前から多くのリアクションをいただけてるアイテムなんですけれども、実際に喋ってるだけじゃなかなか伝わらないので、今月企画した自分のオリジナルシャツの方を早速出していこうと思います。でそのうるまオリジナルのシャツというのがこちらです。じゃーん、はい、こちらがバンダナ柄のスーパービッグボタンダウンシャツになります。でこちらがですね、バンダナ柄が今年の秋冬かな、ストリートシーンとかそういうところではかなりトレンドの柄にはなってきていて、バンダナ柄だったりペイズリー柄が今本当にじわじわ来てるんですけれども、それを大胆に自分の企画に使いたいなと思ってて、でたくさんの生地屋さんを回った中でバスッとした生地に出会えたので、この企画を思いついて今月はこのアイテムを企画して作らせていただきました。企画する上でかなり熱意を持ちながら作ったので、ちょっと一個一個細かく説明していってもいいですか？これ撮影したの夜中なんですけど、すごいテンションが上がってるんで、ちょっと少しずつ説明させてもらえればと思います。でまずですね、生地の部分なんですけれども、先ほども言ったようにバンダナ柄の生地を採用させていただいております。でその生地を今回ピックする上ですごい自分の中で大事にしていた部分が、本当のバンダナ、ハンカチみたいなバンダナあるじゃないですか、本来のバンダナに近い生地感のものを使いたいなっていうのを結構念頭に置きながら生地を探していて、で柄はバンダナ柄なんだけど、すごい生地がテロテロだったりとか、薄かったりとか、そういうものは本来のバンダナとはちょっとかけ離れるんじゃないかなっていうところで、なかなかいいものが見つからなかったんだけど、で今回この採用した生地の方は程よく張り感もあって、本来のバンダナの厚みとか張り感にすごい近いものが見つかったので、この生地を採用いたしました。でなかなか言葉だけじゃ伝えるのが難しいんですけれども、普段結構多くの生地屋さんを自分は企画する上で行ったりとか、生地を探しに行ったりすることは普段の仕事でも多いんですけれども、今回ピックさせていただいた生地屋さんが普段正直出入りしないぐらい値段が高いところの生地屋さんのものを使っていて、その生地屋さんが取引してるブランドっていうのが本当国内のかなり高単価なドメスティックブランドとか、質とかもうデザイン性を謳うようなブランドが取引先の生地屋さんを使わせていただいていて、正直大手のセレクトさんですらあんまり出入りしないような生地屋さんを今回は使わせてもらいました。で実際にこのシルエットとか形の部分ご説明できればと思うんですけれども、着ながら説明した方が早いと思うので、ちょっと着ていこうと思います。はい、実際に着てみました。引きで見るとこんな感じで、すごいビッグシルエットの形になっております。いや俺が着てビッグシルエットになってるから、かなりね作りは大きめに設定させてもらいました。で今回のこのシャツの形のベースにしたのがですね、自分が持っている古着のシャツをベースに企画させていただいて、でその形のまま企画しても、生地感かな、その元々の自分の古着のやつがちょっと寝るシャツっぽい感じで、生地が厚めのシャツなので、まんま今回の形に落とし込むとちょっとバランスが崩れるかなと思ったので、ベースは古着のシャツにはなってるんですけれども、日本のパタンナーさんと一緒に形の方は調整させていただいております。
で、シャツを作る上でここは説明ぜひしたいなと思うポイントがありまして、世の中で流通してるシャツあるじゃないですか。で、作る上で、で、あのシャツの形って、工場さん、その工場さんがもともと持っている形に生地をはめ込んで作るってことが結構多いんですよ。で、業界でいうとありがたっていうんですけど、もともと工場さんが持っている形、生産実績がある形に生地だけ選んで物を生産してオリジナルですって売ることが結構アパレル業界では本当に多くて、全然悪いことではないんですけれども、せっかく自分がオリジナルのアイテムを作るってなった時に、やっぱり形も一緒にオリジナルで作りたいっていうのをすごい思ったので、今回は工場さんに一から自分のシャツの型を作ってもらって、そのパタンナーさんと協力してオリジナルの型を今回は作ってもらいました。もうこの形がもうそもそも工場のあり方とかには存在しないみたいで、こんなに大きいシャツが。だからもともとこれは作るしかないねってことだったので、かなり費用はかかったんですけれども、もうかっこいいものをどうにか作りたかったから、もうそこはもうねじ込んで今回は企画させてもらいました。ちなみに襟元はですね、ボタンダウンの仕様を採用していまして、理由としてはなんですけど、こんだけ大きいシャツになるので、肩を抜きながら結構自分を着たいなと思ってて、その時にボタンダウンでここがしっかり固定されてる方が、抜いた時に襟元が崩れないまま着用できるの で肩抜きながらここら辺もぐしゃぐしゃすると、着ながら何回も直さなきゃいけないのが俺あんまり好きじゃなくて、でボタンダウンのシャツを個人的に大きく着てる時って、ここら辺のハマりがすごいいいなと思ったので、この形にする時に襟元は絶対ボタンダウンにしようっていうのは最初から決めてました。シャツの形を作る上で、ただ大きくすればいいっていうわけではないとは自分も思ってて、で柄はバンダナ柄でカジュアルだし、でシルエット自体もルーズシルエットだし、袖口は切り替わってて、こういうところもデザインが入ってるし、かなりカジュアルなアイテムになっちゃうんじゃないかなっていうのが、どっかで心配な部分もあったの で今回このシャツの生産は国内の工場、日本製の工場でお願いしてるんですけれども、そこの工場さんにお願いしたかった理由が、もうシャツの専門工場なんですよ。工場の中ではパンツも縫ったり、ジャケットも縫ったり、でシャツも縫ったりみたいなところがいろいろあって、総合的に縫える工場さんが多いんですけれども、自分は、シャツを専門としている工場さんに お願いしたくて、かつで今回この生産をお願いする工場さんが、もうシャツの専門工場っていう部分と、あとドレスシャツに強い工場だったんですよ。なのですごい上品なシャツを普段から縫ってるってところもあって、ものづくりそこの工場さんが作ったシャツっていうのって、カジュアルシャツを作ってもどこか品がいいというか、そういうルックスの商品を生産している工場さんだったので、その背景に自分はすごい魅力を感じたので、今回はぜひ作っていただけませんかっていうのをお願いして、今回のシャツの生産が実現したところになります。でスプチャンネルの方でも自分がちょっと触れたこともあるんですけれども、日本製とか国産だからといって品質が最高とかクオリティが高いっていうわけではなくてですね、適材適所だと思ってて、国内の工場さんでも粗悪なところはあるし、中国の工場だからといって、粗悪なわけではなくて、もう国内の工場より縫製技術が高い工場もあるし、もう得意不得意ちゃんとした適材適所のところにオーダーをお願いするっていうのがものづくりにおいてすごい大事な部分だとは思ってるんですけれども、今回このシャツは実際には国内生産、日本製なんですけれども、自分の出したい商品の色と雰囲気を演出するには、もうそこの国内のシャツ専門工場さんじゃないと作れないなと思ったので、今回はベストな選択だと思ってそちらの工場に生産をお願いしているところです。で、あとデザインとしての特徴としては、やっぱり袖口の切り替えの部分は結構特徴にはなってて、で今回デザインの特徴としてはこの袖口の切り替えの部分も特徴ではあるんですけれども、結構シャツのメーカーとかね、デザイン的にはそんなに珍しいものではないんですけれども、こんだけ今回総柄として入ってるシャツの中に、それまで切り替えるとごちゃごちゃするんじゃないかなっていう心配もあったんですけれども、結構自分の中でも最近その切り替えデザインっていうのが結構来てるなっていう印象もあって、海外のブランドとかでも切り替えデザインとか、パンツもジャケットもシャツも、いろんなところで切り替えデザインが採用されているところもあって、ぜひ自分が作るアイテムには採用したいなと思ってたので、今回はこのデザインをこのシャツにも採用させてもらいました。はい、シャツのデザインの説明は以上になりますかね。いや編集して頑張って短くはするんだけど、すごい動画撮影長くなっちゃってて、すごい喋ってるね俺、テンション上がっちゃってるからかないやこれ3
サンプルが上がってきた時にすげえテンション上がってかっこいいと思って、もう早く自分もめちゃめちゃ着たくて、もう今からうずうずしてる感じです。ちなみにですね、自分が着るとしたら何枚かスタイリング写真撮ってまして、一回インスタにも上げたんですけど、こんな感じとか、ドローコードがいっぱいあるこのパンツと合わせてて、もう完全にトップスもボトムもデザイン性のあるものを合わせて、もうあえてこのごちゃごちゃした感じで着るのもかっこいいと思いますし、でこのアイテムを企画した時にダメージジーンズと合わせたいなっていうのは自分も思ってて、なんかグランディファッションとかちょっとロックっぽい着こなしとかで着たかったんですよ。なんで自分的にはこういうデニムとかと合わせていただくのもおすすめです。で着丈が前と後ろで多少差はつけてはいるんだけど、前をタックインした時に結構シルエットが特徴的になるようなイメージで、この前後の着丈の差も設定させてはいただいてます。で実際に前をちょっと締めて着るとこんな感じですかね。はい、こんな感じです。まあ、結構10月の上旬とかだったら、このシャツに下ショーツとか合わせて、フルソックスとかと合わせて着るのもいいですし、秋冬ちょっと寒くなってきたらこんだけビッグシルエットに作ってるシャツなので、中にパーカーとか着込んでもらっても全然着れるアイテムになってるので、シーズン的にはもちろん春も着れるし、秋冬も中に着込めばいけるし、結構寿命は長いアイテムになってるんじゃないかなとは思ってます。で実際のシャツの着こなし方とか、商品の説明とか細かい部分のお話は以上といたしまして、販売に関する詳細の方を少しお話しできればなと思います。で販売日時に関してなんですけれども、この動画が出た翌日の9月の29日の21時から販売を開始させていただければと思います。で実際にこのシャツの方は発注の方は完了していまして、で納期の確定がこの動画を撮る前に工場さんからいただいてはいて、10月の上旬に工場から生産が完了して自分の方に納品されることは確約いただいているので、デリバリーに関しては10月の上旬を目安に発送させていただければと思います。でお値段の方がですね、13,800円になっております。こちらの値段を高く感じるか安く感じるかは人それぞれだとは思うんですけれども、ご購入していただいた方々には必ず満足していただける自信があるものが作れたんじゃないかなと胸を張って言えるので、ぜひ気になった方は、ゆっくり考えていただいた上でご購入いただけたら嬉しいです。でちなみにこれ全然限定とかじゃ全然ないんだけど、自分のチャンネルで結構一からオリジナルのアイテムをリリースするのが初めてなので、何枚売れるかが分からなくてなんでそんなに多い数を作ってないんですよ。なのでご質問いただければコメント欄でも自分のインスタの DM とかでもご質問いただければ答えられる範囲でお答えするので、気になった方は聞いていただけたら嬉しいです。で商品の詳細の部分とか販売日に関しては概要欄にまとめてあるので、あと商品ページの方も概要欄に貼らせていただいているので、よろしければそちらの方もご確認いただければと思います。それでは本日の動画も以上となります。いやもちろん普段の仕事でやってるものづくりっていうのもめちゃめちゃ楽しくて、日々プライドを持ちながらやってるんですけれども、やっぱり自分の感性を前面に出した商品企画っていうのってなかなかできる部分ではなかったから、すごいこの仕事をしてる中でなんか今までには感じたことのない楽しさとか充実感っていうものを感じることができたので、すごい自分としてもすごい楽しい企画かなと思ってます。なんでね、毎月そんなに多いアイテムをリリースする予定っていうのは現状のところないんだけど、あんまり市場でね、このシャツみたいな感じであんまり市場にまだないものだったりとか面白いものっていうもので、やっぱ一番は自分が本当に着たいものとかかっこいいと思えるものを今後もいろいろ企画していければなと思うので、皆さんも面白半分でいろいろ見ていただければと思います。でちなみにですね、今回お届けする商品にはオリジナルの自分のネームの方かな、ブランドネームというかそういうものもつけてお届けする形にはなってるんですけれども、まだ商品一つだけのリリースだと、ブランドなんて言えるものではないとは思ってるので、そういうブランドの立ち上げとか始めたっていう大層なものではないと自分でも感じてはいて、やっぱトータルで世界観が演出できるものこそブランドだなっていうのは、やっぱアパレルの中で働いてる自分だからこそ感じる部分はあるので、ただ先札とかネームの部分は結構オリジナルで今回も作らせてもらってるので、なんかどういう意味ですかとか、そういうなんかちょっとした質問疑問とかがある方がもしいらっしゃれば、DM とかメッセージいただければ全然自分でよければお答えするので、お気になったもの好きな方はぜひぜひそちらの方も見てもらえると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。この動画が少しでも面白かったとか思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方お願いいたします。で概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいているので、日々ファッションのこととか着こなしの写真とかアップさせていただいているので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。